こんな症状でお困りじゃありませんか？これからこの症状について少しだけお話しします。平合格異常による頭部内熱と眉間のシワについてお話しします。眉間のシワは年のせい、それとも苦労が多かったから？いいえ、違います。平合格が異常になると必要以上に目力を酷使します。見えないものを見ようとすると誰でも眉間にシワが寄せますが、体のバランスを取るために常に目を力を入れていると眉間にはシワが寄ってしまうのです。次にチェックポイントとしては、目を開けた状態で片足立ちができない。もちろん目を閉じた状態でも片足立ちはできません。あとは歩いている時に一本線がフラフラしている状態、もちろん目が開けている状態、目が閉じている状態でもなかなかできない方は非常に多いです。あとは前頭部、頭のおでこですね、おでこを冷やして気持ちいいかチェックしてみてください。こういった方には非常にドライアイの方が多いと言えます。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。